はい、こんにちは。ですね。で、先ほどですね、吹き比べしたんですよ。ね。でも、なんか、あれじゃないですか。結局ですね、もう、まあ、篠笛でも、なんでしょうね、二股かけてるね、悪い男が、ね、なんでもそうです。結婚相手ですね。まあ、篠笛だったら購入する。結婚したら結婚する人を選ぶときに、例えば、例えば、星官師の方とかですね、結構、あれなんですよね、何本か送ってくれるんですよ。ありがたいことに。大体3本ぐらいかな。尺八とかも。で、送ってくれて、で、この中から選びなさいって言うんですよね、皆さん。はい。3本で、なんかそれぞれ違うタイプを送ってきて届いて、うわーみたいな。こんなどっちにしようみたいな。で、いろいろやっぱり吹くんですよね。で、最終的に、ちょっと師匠とかにも吹いてもらったりして、こっちがいいみたいなっていうのを自分で決めてですね。で、もうこれにするって言って決めると。で、私もですね、ちょっともう、どっちか欲しいなって。ね。ほら、結構あれしますけど、ね、だってあれじゃないですか。すすだけじゃないですか。マタケの。で、すすだけで、今回その性能もめちゃくちゃいいんで、悩むわけですよ。じゃあ、どっちにするかって。ね。何も考えずに、ほんま何も考えずに見ると、ビジュアルで言うとこっちですよね。うん。なんかこう、やっぱ、そそられますよね、縄に。まあでもやっぱりその、なんやろ。やっぱりこう見た目だけで選んでいいのかみたいな。性能とか中身とか、性格、性格とかありますよね。で、そんな、皆さんその、やっぱり悩むと思うんで、そのちょっと悩んでる感じの動画を撮りたいな。こうみんなあるあるですね。あるある。二択で迷うあるあるを今回撮っていきたいと思います。じゃあまず、ですね、ちょっと性能を確かめるために、性能っていうか、その自分に合うか合わないかを確かめるためにちょっとね、吹き比べていきます。まあ同じ曲でいくんでね。ちょっと練習します。みたいな、やっぱりちょっと寅さんでね、あれなんですけど。っていう、いつものあの曲ですよね。はい。FF10 の。はい。じゃあ、こっちの黒い子の方でね、もう一回吹いてね、いきたいと思います。
はい。これも FF、あれ？ FF10？ あれ？同じ曲を吹いたはずなのに、パッセージが違ったような。ね、いやいや、その FF10 のオープニングですかね。ユーナが出てきて、ティーダとイチャコラするときにかかる曲と、大塚愛のプラネタリウムが似てるとか、プロモーションビデオがそっくりとか、曲調がそっくりとか、そういうのを言ってるんじゃないですよ。たまたまちょっと吹き間違えました。はい。まあ、こんな感じかな。どうしよっかな。どっちがいいんですかね。はい。ちょっともうちょっといろいろ吹いてみましょうかね。じゃあ、まず、こっちのね、縄からですね。知らないんですよね。一応その福田乱道先生作曲っていうので、尺八で、研修館の先生習ってたんで尺八吹いてたんですけど、ちょっとよくわかんない。多分ちょっと違うと思うんですけど、まあまあ雰囲気だけですね。なるほど。さあさあ、何吹きましょうかね。これ吹きましょうかね。すいません。これだとさっきと一緒ですよね。今ね、ちゃうんですよ。今吹こうとしちゃったこれですよ。すごいないですか。プラネタリウムは、ですよね。で、春よ恋が。つまり。で、ね、なんとなくくっつくことができるって。いや、すごい発見をしましたね。この笛にしましょうかね。違いますよね。そういう決め方じゃないんですよね。多分、普通ですね。普通は、ちょっと待ってくださいね。普通にしますね。これ見てください、これ。チューナーですよ。そう。普通は多分ね、おそらく。チューナーちょっと見ながら、こうやってチューナー見ながら、どうから吹いていくんですよね。どうっていうか、いつから。みたいな形で。で、こっちも。そうですね、やっぱ同じ制作者の秀勝さんの曲なんてね、両方とも一緒ですよ、雰囲気ね。いやー、悩みますね、これ本当にね。どうしたもんかね。
この子も可愛いじゃないですか。後ろ真っ黒でね。いいですね、やっぱりいいですね、もう素晴らしいですね。いいね。やっぱりどっちもいいですね。まあだって、どっちも値段一緒ですからね。14万5千円。まあここで、なんか14万5千円で買える笛？14万5千円で買える笛っていうか、まあ、ものですね。っていうのもあるじゃないですか。選択肢的に。やっぱり、お金なんでね、何でも買えると思うんですよ。ですから、14万5千円あったら、結構、秀勝さんのね、秀勝さんと、こう、同じ出している木村寒山さん、合ってますかね？寒山さんの尺八、まあ、私も、展示会等で、2、3回吹かせていただいたことあるんですけど、寒山さんの多分14万5千円あったら練習管が買えるんですよ。はい。だから、やっぱり尺八買うのもいいですよね。はい。だから、尺八買うか笛買うか、ごっつやっぱりなりますね。なるね。これ。どうですかね？どう思いますか？皆さんも悩むときって、どう決めてるんですかね？二人お付き合いしてて、どっちの、まあ、お付き合いしてたらダメですよね。不倫になってしまう。不倫とか浮気になってしまうのダメですから、自分二人好きな人がいて、で、まあ、どうするかみたいな時に決めるポイント何ですか？例えば、あるじゃないですか。こんにちは、みたいな。いや、今から、二人ね、俺の前に来てくれたけど、俺はお前らのうちのどっちかと、付き合うから、ね。で、お前らのうちのどっちか二人のうち一人と付き合って、まあ、ただとは言わないね。金やるから、ね。金で俺に買われろ。物笛選ぶときってね、すごいですよね。今、笛の一バージョンで言ったんですけど、ひどいですよね。この子ら二人あれですよね。多分その、姉妹館みたいな形ですよ。姉妹館を。でも、同じ形の、こう、すすだけで、こう、ずっと、一緒の屋根にこう、いてね。まあ、お互いね、添い遂げよう、添い遂げよう。多分、姉妹館なんで。添い遂げよう、添い遂げよう。まあ、一緒にだよねって言って、まあ、百何年も一緒にこうやってこう、こんな感じですね。まあ、でも、こっち縄張ってあるから、違うとこなのかな。同じ家で、まあ、住んでて、屋根ですね。だからもう同じ家で使われてて、100年ぐらい一緒にいて、やって、
で、まあ、その叔父が解体されてですね、離れ離れになるかと思いきや、なぜか篠笛を作る人に拾われまして、ね、君は笛として新たな人生を歩むんだみたいな形で言われて、で笛としてなって、ね、まあ普通の笛が安い笛だったらやっぱ1万円ぐらい。でもやっぱりね、この子たちやっぱりこう、長年積み上げた経験値があるので、で、まあ、希少価値があるみたいな、まあ、2人美しいお嬢さんみたいな形で、まあ、すごい、まあ、その笛より何倍も高い値段を出して、で、ある日ですね、こう、包まれてですよ。わけのわからん、おっさんのところに送られてきて、で、こう、どっちかはこのおっさんと結婚しなきゃいけない、金で買われるっていう状況ですね。なかなかきついものがあるでしょう。これ。できればですね、まあ僕、どちらか買ってですね、その、買わなかった方、買われた方ですね。まあ、連絡取って、まあ、二人をこう、会わせてあげたいな、みたいなね、形、まあ、思うんですけどね。わしにね、私に、こう、財力があればですね、まあ、二人とも、みたいな形もね、いけるんですけど、やっぱり悩みますよね。まあ、この子たちにとっては、もう、ひどい話ですよね。おっさんのところに来て、金で買われて、どっちか選ばれるっていう。どっちがこのおっさんに吹かれるんやろうみたいなね。まあ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 、厳しいところですよ。で、性能は変わんないんで、性能は変わんないんでですね。やっぱり見た目かな。見た目かな。で、ちょっと見た目のポイントいきますね。見た目のポイント。はい。私、変態なんで、一応、ちょっとこう、見た目にもこだわったりするんですよ。まず、こちらのお嬢さんのいいところは、まあ、ここちょっとお頭がついてますね。ちょっとお頭がついてて。で、ここに、まあ、虎のような白い筋と、で、後ろが結構ですね、真っ黒なんですよ。いい感じにすすでいぶされてます。もうだから全体的に真っ黒でいいすすの色合いですね。やっぱりすすだけはこう、すすでいぶされてて黒い面が多いほどいい感じって言われてますから。で、身が詰まってるんですよ。重いので、だからこっちよりもちっちゃいけど重いんで、例えばですね、っていうこう、結構高い音がまとまって細い線で、で、まあ、すすだけ結構その高い綺麗な音が丸みのある音が出る感が多いらしいんで、あれなんですけど、まあそういう形のところでやっぱしっかり詰まってて、いい綺麗な一本通った音がするっていこっちの、このね、いいところは、まあ後ろ見てくれると、この逆に後ろはあんまり染まってなくて、ね、虎竹で、まあところどころちょっと染まってるかな、みたいな。で、もう上がお頭バーンついてて、縄ですよね。縄。やっぱり縄は、いいでしょう。なんやろな。こう、模様がやっぱりいいですよね、縄の模様が。縄のね。OK! やっぱり見た目が好きなんでこっちにします。はい、ありがとうございました。
結局見た目でしたね。はい、ではまた。